そう、大谷翔平さん、バットをアメリカ製に変えて、ホームラン量産してしまう。日本の技術力。日本人の足を引っ張る日本人。アシックスやめて大正解やったな。メイプル最高や。アシックスの人たちって捨てられたから、大谷が今年、不審になること願ってたりしたのかな。何時一歩へ発想、すげえわ。ジャッジのバットがベースなんだっけ？アウトコースの打率爆上げしてて草。今年からバット長くして、材質も変えてるからマジで、日本製があかんかった説ある。長さは戻したんやなかったか？バットの材質も統一すればよいのに。道具で打球変わるとか欠陥競技じゃん。ゴルフもそうやん。ゴルフは目標が同一だけど、野球は違う。陸上だって靴で結果変わるし、道具で結果変わらん競技なんてない。イチローは、道具のせいにするな道具じゃ、変わらないみたいなこと言ってた。でも今年も何回か、折れてたけど前はもっと折れてたし、材質が、大谷のパワーに、耐えられなかったのはあるかもしれない。青玉の利点ってなんや、メイプルより、折れにくいみたいな話は、聞いたことあるが。湿度に強い？芯に当たった時に気持ちいいらしい。バットもだけど、スパイクやグローブとか他のも、アシックスから変えたの地味にショックよな。何かの特集で、大谷の二刀流に合う、スパイクやグローブの開発、バットの開発を二人三脚でやってたの見たけど、あんな距離感近くても、捨てられるんやなって。